はよう。今日は寝坊したから一人で行くって電話があった。ずいぶんぼーっとしてるね。前も後ろも関係ないよ。だって先生が指してるのに全然答えようとしないんだもん。んで逆ギレして机に乗っかって俺は無実だとか演説始めるし。ほらそこうるさいぞ。はーい。おはよう。今朝寝坊しちゃった。なんでだかわかる？ピンポン。ちょっと廊下に出ようよ。京介ちゃんは眠れた？そっか。やっぱやめるつもりはない？私もいろいろ考えたんだけどさ、マージってその人の記憶が夢の中で映し出されるんでしょ？だったら夢の混乱は記憶の混乱ってことなのかな？ところでさ、昨日聞きに来たのってなんとなくって言ってたよね。
なんとなく理由もなく私に会いたかったと。今の私と同じだね。それじゃまた後で。キツレ。やっぱりぼんやり村の住民だったね。おお、頑畜のあるお言葉。おでんでも食べに行く？いや、いつも決まり決まったお誘いばっかりしてるから、たまには意表をつこうと思って。じゃあ図書委員は？働かない人だね。京介くんの将来、奥さんにおんぶに抱っこの無職男性35歳くらいかな。ねえ、京介ちゃんさ、今日は一日難しい顔してたでしょ。あんまり気にするのはやめようよ。お互いにさ、だってどんな出来事があったとしても過去は過去でしょ。今の方が絶対大事なんだからさ。ねえ、手つないでもいい？京介ちゃんの手だ。あたしはあったかいや。あの夏、懐かしいね。うん、過去なんて本当はただ懐かしむだけのものなんだろうけど、京介ちゃん、この手であれをやっつけて。そういえば、あの不思議な力って今でもあるの？ちゃんがヒーローじゃなくなったとしても好きって気持ちはなくならないよ。だって私が好きなのは今の京介ちゃんなんだからね。そりゃみんなしてあんな風に夏を過ごせたのすごい楽しかったけどさ。
ねえ、今日も聞きに来てね。じゃあ、バイバイ。微妙にね。けど私、今から病院行くし。だって、京介ちゃんはついてじゃないもん。じゃあね。いらっしゃい。遅かったね。京介ちゃん、キキのマネージャーになる？またクッキー焼いたんだ。うん、チョコはビターだから。もう小難しい感想はいいからね。当たり前。京介ちゃんの好みに合わせてるからね。だって京介ちゃんに食べてもらいたいんだから。京介ちゃんかわいいな。なんかなんか時間があっという間だね。マージのこと？ありがとう。そうだね。私にはもう京介ちゃんがいるんだから寂しいはずない。Thank you.
助ちゃん。私ずっと一人きりだったから、ありがとう。うん、もう大丈夫だから。好きだよ、京介ちゃん。なんだか双葉に申し訳ない気分かも。双葉、多分京介ちゃんに一目惚れだったから。うん、多分ね。ほら、病院で一度だけ会ったでしょ。で、私たちが一緒に遊ぶようになって、そうしたら双葉ったら京介ちゃんの話ばっかり聞きたがったんだ。足早く治したい治したいって一生懸命リハビリもして、今は回復してるはずだし、もしかしたらそれって京介ちゃんのおかげなのかもよ。また明日。